でもすごい暴れてた。まあ。これが嫌なんだな、お前は。はい、入った鼻、あ、お前鼻を受けて行きましたよ、お前。いや、入ってよかった。まだ、おじい、マグマがまだあったかいよ、ほら。お前は。なんで人生のお前は、これ。見て、見て、見て、見て。これ、蹴りやらしもがねえと。そうっすね。確かに。まあ、入ればで、あ、大丈夫ですか。そう、そうだよな。なんかうまく捕まえる方法があるといいんですけどね。いや、僕らも必要だけど。うん。ありがとう。そうですね。はい。はい。いや。入りました。うん。もう一丁。終わりだかな。あ、帰ったかな。これが嫌なのか。はい、OK。 今度絆創膏も買ってきますよ。絆創膏でもあるの。あ、こんにちは。あ、どうも。はい、9のお見舞いに来ました。まあ、一応出血は止まって、ええ、はい、あとどうくっくましたね。食べるのはね、まだちょっとね、一応ちょっとやっておいてはみたんだけど、だいぶお顔はね、綺麗に。本当だ、やっぱり食って、うん、そう。てか、でもちょっとなんかこぼれてるな。そうね、だからちょっとね、血なんか、引っかいたのあるみたいなんだけど、食べるとこまではちょっとあれな感じなんだけど、まあ、あとね、また午後からちょっと点滴は、抗骨節とかね、入れようと思ってます。はい、あとこれは、大好きな、マグロです。はい、すごいのが。はい、じゃあ、ちょっと後であげてみましょう。そう、マグロ大好きなんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、こういうのね、切って、薄く切っていただいて、あげれば多分、いいんじゃないかな。ね、なんか、そろそろ、
な感じはあるんでね。で、あのその点滴するときにね、ちょっと全体のまたあの体温とかね見れれば、やろうと思ってます。そうですね、はい、分かりました。うん、だからまあどの程度できるのかね、あのまあ点滴とかなんとかできるんだけど、あのそれ以上のことがねどこまでできるか、ちょっとその様子を見ながらという形でやります。食えよお前、なんとかお前食えよお前、ね、食べてくれればね、あとはあのそう食べ始めてくれてね、お口の方の問題だけで、まあ食欲があればねいいなと思うんだけど、うん、わかりました、うん。